今日はですね、出張の往復800キロ、熊野古道の旅、キロ編です。大和という店で、マグロ丼の漬け丼をいただきました。大変美味しゅうございました。これを食べてですね、伊勢道を目指して走っていきます。那智勝浦の町を抜けると、新宮行きのバイパスが出てきますので、午後1時にここを通過しました。で、この3時間後に実はすごい目に遭うんですけども、まあ、それは後でご紹介します。この日は非常に晴れていてですね、気持ちが良く、バイパスにすぐに合流することができました。もうひたすらトンネルの中をまっすぐ走っていくというような感じです。で、尾鷲熊野新宮那智勝浦は道路が整備されてですね、快適にドライブできるようになりました。30分ぐらいで新宮の町に出ることができます。で、新宮の町に入ると国道42号に合流します。で、新宮の町の中を走り抜けていって、まず最初の目的地の、熊野早玉神社を目指しますと走っていて、なんか本当は交通違反のような感じがするんですけど、実は理由がありまして、もう左折優先レーンに出てしまうんですね。なので今右の車線見えてると思いますが、熊野行き、左側が本宮大社行きになりますので、強制左折になりますから、これまっすぐ行ってしまいますけどですね、熊野古道、本当の熊野古道に久々に熊野早玉神社にですね、立ち寄ってみることにいたしました。を左折しますね。左折すると正面に見えてくるので、ここで右折して駐車場に入るということになります。していただくということになります。熊野早玉神社です。曼荼羅はですね、秦の始皇帝の時代に徐福という人がですね、不老不死の薬を求めてですね、新宮にたどり着いたという由来です。この神社はイザナギの御事、イザヤナギの御事がですね、祀られていて、歴代天皇も熊野詣で行幸されています。後白河上皇は34回も行幸されているのですごいですね。で、時間もあるので、帰ろうということになります。で、国道42号線に合流するということになっています。この橋を渡るとですね、事実上、熊野市ということになります。この日は熊野灘がよく見えて、天気も晴れて気持ちがいいですね。三重県を走行中の動画ですけども、まだここから自宅までは150キロぐらいありますので、一回休憩を取ることにしました。脳にですね、糖分を取り込むために行くんですね。大桑というですね、スーパーに入ってアイスを買って食べました。
まあ、花の大ヶ谷神社というところに横に着きました。花の岩屋神社というのは御神体が岩で日本最古のですね、神社というふうに言われています。2022年の2月に1回ですね訪れておりますけども、今回はですね、通り過ぎるだけにしました。ここからですね、熊野市を通り過ぎていくことになります。しばらくですね、熊野市の海岸線をご覧ください。このトンネルを抜けたところにですね、鬼ヶ城という施設、あるいは熊野古道があるんですけども、その施設を通り過ぎるとですね、尾鷲に向かう熊野尾鷲バイパスになっていきます。ここから先はですね、高速道路にもつながるんですけども、つながっていくバイパスなんですが、少しですね長いので、尺をカットさせていただきます。尾鷲紀北町ですね、紀伊長島、大宮大台インターチェンジを過ぎて、和気滝インターチェンジからですね、伊勢道の高速になります。これが滝トンネルですね、滝トンネルを通過しました。次のトンネルが松坂トンネルです。松坂トンネルをですね抜けますとですね、久石というですね町に入ります。私はここで、最後の給油をしてですね、また高速道路に乗り直すということに、まず被災のインターチェンジでですね、降りましてですね、入れ水で給油する、無事かと思ったらまだちょっと事件がありました。